こんにちはククロマチックハーモニカ講師の北村さゆりです今回は音楽仲間と音楽談義をする場面で話の内容を全部理解できてなくても大丈夫ですよっていうお話をしたいと思います。と うちの教室ではあのオンラインのグループレッスンっていうのをこう定期的に開催してるんですけども、まあ、話をいろいろする中でこう話の内容が難しくてちょっとわからないことがあるんですみたいなねお悩みをこうあるベテランの生徒さんからいただきました。で、まあ、結論を先に言うともうその気にする必要は全くないですっていう。 もうその一言に尽きます。皆さんはこう服とか、あとまあ趣味の雑誌とかをね。こう一回はね、買われたことがね、あるんじゃないかなと思うんですけども、そういう時って、こう興味のある記事をこう重点的に読まれるっていう読み方が多いんじゃないかなと思うんですよ。で、まあもちろんこうすべての記事をきっちり読むっていうのもあるかもなんだけども、こうまあ例えばファッション雑誌であったら、こうあんまり。 趣味に合わない服とかあと小物とかが載ってたりとかしてもうんかすることってないですか、ねうん、私は、うん、なんかそんな感じなんですけど、うん、でまあ何が言いたいかっていうと音楽談義とかも、まあまあ、う同じで、まあ、興味がない話題っていうのはまあ普通にうんってこう聞いとけばいいんじゃないかなとあのもうスルーしてしまってもいいんじゃないかなと思うんで。 でまあ、ご自身がね知らないとか分からないとか興味がないということに対してこうちょっと引け目を感じたりとかこうネガティブな気持ちになる必要っていうのはもう全くないっていうふうに私は思ってます。でこう歴が長いねそのハーモニカとかいろんな楽器のね歴がのとか長さ関係なくて、まあ、それまで興味を持ってこなかったことって っていうのはもう知らなくて当たり前やし、もう恥ずかしいことでも何でもないんですよね。だから、あの人の目は気にしなくていいし、もう案外。周りの人はもう何度思ってへんっていうことが <laughs> ほとんどなんじゃないかなって私は <laughs> 思ってます。なんでなんかそのご相,ご相談っていうかな。あの悩みを言ってくださった方もなんかもうちょっと。 分からへんことがあこう全部を理解できひんからこう気遅れしてしまってって言ってはんねんけどその全然気にしなくてもしそみんなと喋るのが楽しいなって思わはんあったら気にせず参加したらいいと私は思いますでもしその分からへんことに対してこう知りたいなって思ったらもう本当に質問すればいいしもしかしたら密かに同じような思いを1個 ね、抱いてる方いはる可能性も結構あるような気がするんで、まあ、思い切って質問することで他の人のためにもなるかもしれないっていう気もします。であとあと私の体験談をちょっとお話しするとあのその音楽短期ではないんですがあの20年近く前かなになんか私がこうちょっとパソコンで。 えっとレコーディングそのいわゆるタックロックですよね、うん、をし始めた頃にこう機材とかこうパソコンのその録音するソフトまあーベース私の場合ですけどがもう全然わからへんかってもうどうしようかっていうぐらい悩んでた時があったんですけどでまあその時にもう今でもお世話になってるギタリストの方がもう。 その専門雑誌「DTM、ね」で、えー、パソコンで音楽制作すること DTM って言いますけど DTM 雑誌をもうとにかく1年間もう意味わからんでええから買い続けろって言われて。<laughs> とりあえずもうそう言われたんで真面目に1年買い続けてでも結構そういう専門出してまあまあ高いんでもう最初は何かもう何書いてあるかも意味分かんへんからもう写真眺めるだけでも、うん、終わっていくみたいな難問も続くんですよね。<laughs> だけど1年経った頃にはもう気ぃついたらあよう考えたら何か書いてあること大体かんない まあ大全部ではないそれよりも全部では全然ないけどまあ大体わかるかなみたいな感じにな,なってったしまあなんかその頃にはこう卓んもこなせるようになってました。でまあバックナンバーは結構ね後からねあの,あ,あのことちょっと分からへんあのことこうあれ乗ってたあの何号に乗ってたなっていう感じで辞書的に使えてまあまあ良かったんですけどもまああの、まあ、何が言いたいかっていうと。 その音楽談義の話の内容も一緒でもう分からんことがあっても、まあ、みんなで集まったりとかこう音楽の話をねするのがもう好きやったらもう分からへんことあっても気にせんととにかく参加し続ける。 もう自分を信じてっていうのも大げさですけど、まあ、とにかく参加し続けることに意義があるって言ったらちょっと変かもですけど、うんでまあ、参加し続けてるうちになんかま気付いたら分かるようになってくる、うん、かなと思うんで、うん、とにかく参加し続けましょう。で,、えっと、でそもそも全部を100%理解する必要もないと思います。 自分の必要な情報、非興味のあることがわかればそれでいいじゃないですか。なんでまあ、情報を取捨選択してでこう。楽しみながらこう。自分に必要な情報を得るっていう考え方も一つをちょっと必要かなっていう気がします。でまあ、人の目を気にしたり、こうネガティブな気持ちになったり。 したら、まあ、本当に必要な情報とかこう自分にとってねこうプラスにな,れなる情報やったりもしくはその楽しい場っていうのを、まあなんかね、逃してしまうというかそのきっかけ、ね、あのチャンスを失ってしまうので、まあ、それちょっともったいないかなっていう気がします。まあ、共通の趣味を、ね、持つ仲間と集まって こうお話とかするのってすごい貴重な場合やと思うんですよ。なんでまあぜひね楽しくね参加してもらえたらなっていう風に思ったんで、あの今回ちょっとこの動画を撮らせていただきました。最後までお聞きいただきありがとうございました。